敵が動いたという知らせを聞いた秀吉はすぐに行動を開始。すでに沿道には夜道を照らすため松明を灯し食料を用意させていた。4月20日午後9時、秀吉は大垣から木の本までの52キロを5時間という疾風のごとき速さで到着。当時の常識ではどんなに急いでも12時間はかかる距離であった。そうとも知らない佐久間盛政は未だに大井山砦にとどまり続けた。盛政殿、盛政殿、いい加減になさいませ。命令違反ですぞ。何を言う背後、お主には分からんのか。岩崎山、大井山砦、この2つを落とした今、戦局が大きく変わったのじゃ。これで勝家様が軍を動かせば、この戦我が軍の大勝利。どうせ秀吉は大垣あたりだろう。それを聞いたとしても、戻ってきたとしても、明日の昼頃、それまでに決着をつけてくれるわ。森政殿、森政殿、秀吉が参りました。何、バカな、そんなに早く戻ってこれるわけがない。このままでは我らどころか本陣までも危う。森政殿、絶対の準備を。戦闘の疲労に加え不眠不休であった佐久間隊は準備に手間取り、退却を開始したのが4月21日午前2時。それを待っていた秀吉は攻撃を開始する。手柄を立てる前今ぞ、かかえ。前へ。